皆様こんにちは IT コンサルタントが解説 IT パスポートってどんな試験ということでレックスに子市の黒川が解説させていただきたいと思いますよろししくお願いいたします。 それででは内容ですねで、今回のこのガイダンスですねで、お伝えしたいこととしてはですね、この IT パスポート試験ですね、まあ、どんな資格かというところですを、ねまあ、私なりの見解ということで、まあ、お話をさせていただいてでさらには、取って意味があるかという話についてもですね、まあ、私なりにです、ね、日頃から感じる点も含めですねで、客観的なデータも含めてですね、お伝えはしていきたいなという,ふうに思います。 でさらに、日々刻々とやっぱり試験制度も変わっていきますので、そこの内容をですねこうまあ盛り込んだ最新のまあ試験概要ということですね、まあ、そこもお伝えさせていただいて、それに対して、じゃあどうやってこう勉強として学習向き合っていけばいいのかという点について、ですね、まあ、そこをですね最後、まあ、合格のつかみ方、学習方法、勉強方法ということで、えー、お伝えしていくという流れですね、全体、ね、まあ、こういう流れで進めさせていただきたいと思います。 で,はですね、まあ、私なんですけども、まあ、今回のこの IT パスポート講座なんですけどこの講座の講師を担当させておりましあいただきまして、まあ、REC の,あの専任講師でやらさせてもらってますとでその傍らです、ねまあ、あのこのフロントビジョンという会社も立ち上げてましてで IT 関連の企業なんですけどもでそのまああの,たあの また多角化ビジネスをやってましてですね、こういったこうアウトドアブランドの方も展開も始めていてという形で、IT プラスこういった実際のものづくりですね、の方もやってますと、こういったまあいろんなあのビジネスもやっている中で、ですね資格試験としてはまあ中小企業診断士も持ってますし、応用情報技術者も持ってますといったところで、こういった資格のですね知識もミックスして実務も行っていると、その実務的な内容も含めて、資格の学習のまあ今回の講座も そうですけども、えー、まあお伝えできるところに盛り込んでいければなというふうに思ってますんでまあ、そんな形でですねやらさせていただいておりますと,という形ですではですね本題に入っていきたいと思いますで、本題としてはまず IT パスポートってどんな試験かというお話ですねになります でこの IT パスポート試験についてはですねで、やっぱ国家資格であるというところがやっぱり大きいんですよね。でこの IT 関係の国家資格で一番こうベースとなる資格になっておりまして一番のこう導入口なんですよね、になりますとでもう誰でも受験可能ですので受験に関するハードルがまあ低いというところですと。 でしかもそれがコンピューターで、まあ、受けられる、まあ、パソコンとかで,です、ね、受けられる試験になっているので、まあ、非常に受けやすいと、でタイミング見つけてこう、まあ、気軽に受けれるというタイプの試験でして、で年間21万人受けているということで、かなり多いんですね、でこれ、年々こう上がってきていると人気度合いがどん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 高まっておりまして、で同じく人気な資格って、宅研士の資格があるんですね、で宅研の資格、大体同規模ぐらいの人数なんですけども、あのそれに匹敵するぐらいの勢いになっていると。 であとは注目するべきところとして合格率が高いんですよね。なので52.8%ですので非常にこう受かりやすい試験でもあるというところが、まあ、大きいところですよね。なので受けやすくて受かりやすいと。で、さらに人気ということで、まあ、注目はしてほしい資格になってますと。で、実際の試験ですね。で試験の内容としてはまあこんな感じなんですけども、まあ、120分で,です、ねまあ、受けられる試験で。 問題数は100問ですとで。また後でご説明しますが、ストラテジー分野とマネジメント分野とテクノロジー分野の3分野から出題されてきて、まあ、基本的には選択肢から選ぶと。大体4択が多いんですけども、4択の中から正解を導き出すというタイプの試験になりますと。で、6割合格なので、 まあ6割あの取れればいいですと。なのでマニアックな論点は無視していただいてで、まあ、主要なですね重要な問題をちゃんと正解積み上げていけば6割っていきますので、まあ、そういったところですねあの受かりやすい合格の秘訣みたいなそういう勉強方法もこの6割っていうところに隠されてるんでまたここは後でお話ししますんで是非、まあ、ちょっと最後までですね聞いていただければなというふうに思います。ということで次ですね。 で実際に試験に受けられる方ですね、対象、試験対象の方で、まあ、こんなような形になってますってことなんですけども、まあ、あの学生、社会人の比率でとうと、社会人の方がまあ多くて、でまあ、学生さんもかなりあの受けてるケースも多いんですけど、やっぱり社会人の方ですね、社会人の若手の方がまあ多いかなということで、20代の方がやっぱり多いんですね。ただ、やっぱりこう40代以上の方もですね、最近こう、 受験者数が増えてきておりまして、なので、ですね年齢の高くなってきた方もですね結構注目されているのかなというところですね、なので若い方だけの資格ではないというような位置づけになってきたというところなんです。でさらには、あのこう非 IT 系企業から受けられる方の方が圧倒的に多いんで、なので技術者の方が受ける資格というよりかは、どっちかというと、IT を使う。 使う側のユーザー側の立場で,で、IT をどう利用するかを考えていく、まあ、そんな立場の方が、まあ、受けられるということで、ですね、まあ、非常にです、ね、そういう意味でも、まあ、人気の資格になってきているというところなんですね。 で実際、じゃあそういう状況だというのは分かりましたと、でそのじゃあ分かりましたというときに、じゃあこの資格って、じゃあ勉強してみようかなと、でそれ、でも取って意味があるかどうかっていうところが重要で、でそのやっぱり資格勉強に時間をかけて、そのかけた時間以上の効果って出るんですかというところなんですよね、そこに関して言えば、やっぱりこう価値はある資格だというふうには、私はまああの自信を持ってお伝えはしたいなというふうに思ってるんですけども、その理由はちょっとこの後説明したいと思います。 でまずちょっとこの今の時代ですよね、今の時代でこの IT 技術っていうところで、まあ、最新のいろんな用語がです、ね、やっぱりこう飛び交ってくると、でその中でまあ AI っていう言葉 IoT っていうことかとか、まあ、ブロックチェーンってなんかたまに聞くけど、何だったかなとかっていうのが、こう,まあ、うっすら曖昧だと、ちょっとやっぱりそこの用語を使った IT 活用を考えていこうよってなったときに、ちょっと怪しいんですよね。 でそういうのをこう体系的にですねしっかり学び取っていくっていうのは必要で,でそういう意味で IT のこうやっぱ知識のベースですよねベースが出来上がってるからこそやっぱり理解も早くなったりとかで逆に新しい今まで聞いたことない IT 技術用語が なってくるんですよねなのでそういったこう、まあ、自分自身の土台を作っていくっていうのは非常に大事で、まあ、こういうような言葉がパンポッとこう問われた時にですねで、まあ、パッと答えられるような感じで,でやっぱりこう事前に準備しておくっていうのは非常に大事なんですよねなのでもうビジネス上もうあらゆる IT っていうのを使っていく形になってきてるんで非常に重要ですよという話なんですね。 でさらにはこの IT 知識なくしてはもう仕事ができないという状態になってきておりましてで、まあ、本当に DX、DX というふうにこう、まあ、世間が騒いでいる状態なんですよね。なのでデジタル化を急いで進めていきましょうみたいなそんな風潮になってきていると。 そんな中で個人としてはやっぱ学び直しの重要性ですよね。を再認識し始めたりとか、やっぱ IT のことなんか勉強しなきゃやばいかなというようなことになんかこうなってきてるような人たちもなんかたくさんいるんですね。いらっしゃいますし、まあリスキリングとかっていう形でですね。でまあ 結構こう国としても国を挙げてですね、まあ、そういった取り組みをこう活性化させていこうという動きもありますしで、まあ、企業側としてもやっぱり DX とかを進めるのであればやっぱ IT 人材を育てないことにはもうデジタル化って進められないというところもあるのでやっぱ不足してますと IT 人材はやっぱりこう慢性的に不足している、まあ、そこのこう不足感を補うっていうのがやっぱり課題なんですよねになってきていると。 まあそういったとところの今の今現状がありますよとでそれをやっぱりこうかえていくっていうのはやっぱ IT 人材 IT のことを知ってる人材がどんどん育っていくっていうのは大事になってきてるんで、まあ、そういうところで注目されてる資格なんですよねでなのでこの IT パスポートっていうのがまあ非常にこう注目されていてで注目される理由がやっぱりこの出題分野にもあると思いますとでこの IT パスポートの出題分野が3分野に分かれておりまして ストラテジーとマネジメントとテクノロジーですね。この3分野になってますと。で、ストラテジー分野だと、このまあ経営戦略とかマーケティングとか財務会計とかもやるんですけど、まあ、法律もそうですね。とか、の世の中のトレンド的な、さっきのこのブロックチェーンとか、クラウド活用とか、IoT とかですね。まあそういったのもやりますし、まあ、ストラテジー分野をやることによって、IT をどう活用していくのかっていう話、そこをカバーしていきますと。 さらにその IT を導入していくにあたってのこうプロジェクトマネジメントとかですねでどういうふうにじゃ運用管理していくのかと導入前導入後それぞれのマネジメントの論点はやりますしでさらにはそこを実現しているテクノロジー的な要は技術知識ですよね技術的な知識ということでデータベースとかネットワークとかセキュリティとかですね、まあ、そういったような論点をきっちりカバーすると、まあ、そういう構成になっていますと。 まあそれが IT パスポート試験なんでこの試験勉強をやるだけで結構カバーしてるんです大部分の必要な IT リテラシー知識をほぼカバーしますんでなので非常に出題分野が洗練されてるっていうようにやっぱり見,見えますねなのでまあこの資格っていうのの有効性は出題分野が結構考えられてるっていうのはあると思いますとっていうことです でなのでですね、まあ、具体的に、まあ、こういったまあセキュリティもそうですしっていう話はまあ先ほどもちょっとしたんですけども、まあ、あの実際の単純な IT 知識だけじゃないとその IT をどう使うのかっていうところまで学習分野に含まれているんでやっぱり資格勉強しながらですねそういうのを体系的に学べるっていうのは非常に大きいですよねということなんですと。まあ、なのでまあこういったこう幅広くですね幅広い知識を学べるいいきっかけになるなというふうに思っていただくといいのかなというふうに思います。 であとはですね、この社員教育っていうことで、まあ、人事担当者の方が特にそうなんですけども、社員教育に使えるかなとかっていうふうな形でですね、でまあ、考えて、まあ、ちょっと悩んでる方もいらっしゃるのかなと思いますと、まあ、そういう方に向けてお話しすると、やっぱこう最適ですっていう、まあ、答えが一番よくてですね、でまあ、これもやっぱり理由がいろいろありますと、でまあ、やっぱり DX 人材と育てたいとで、何を学ばせたいのかっていうところを、 かで、なので、じゃあ、IT リテラシーを高めたい。IT リテラシーって何だろうなとで。それを高めるためにどうすればいいんですかねと。どういう分野を学習すれば、IT リテラシーの基本が高まっていくのかなというところ。まあ、そこを考えたときに、IT パスポートがもうそのまんまちょうどいいんですね。そのまんまちょうどいいですんで、もうその IT パスポートの学習をしてもらえればもう、一番まんべんなくですねで。偏りなくちゃんと学 学習ができるので非常に有効ですね。有効な知識になってます。でなのでもういろんなですね。ところでもうすでに活用があのされているので、まあ、資格の取得奨励とかをま取り入れてる企業も非常に多いですしで、昇格要件になってる会社もあるんですよね？ イーラーニングでも、まあ、この REC でもです、ね、結構なあの実績がありますので、もう1企業で1000人以上が受,受講するというような形で,です、ね、もうほぼもう全社員に向けてです、ね、これもう受けといてくれっていうぐらいに、まあ、やってもらってるような会社も非常に多いんですね。という形で,です、ね、まあ、こんなあの結構こう活用度が高いですんで、もう社員研修として非常に積極的に使われている資格なんですよね。 なのでもう、あのーまあ、今回、このレックの例では1000人以上なんですけども世の中的にもですね本当に上場企業とかでも使われていて上場企業とかでも社員数めちゃくちゃ多いですんでもう、あのー、数年以内に数万人みたいな形でですねもう全員がもう IT パスポートをもっと取って。 あの取った方がいいという形で,です、ね、まあ、そういう目標の中で,です、ね、やってる会社もありますんで、もうあのまさにですね、IT パスポートを活用するっていうのが、もうスタンダードになってきてるというのが、もう他社も含めたらですね、世の中のトレンドになっておりますとっていう感じなんです。なので、ちょっとやっぱご検討はあの,のところには、やっぱり入れた方がいいかなっていう資格にはなってるのは間違いないですね。です でもあの業界って何かこう限られるのかなっていう話で見ると、業界に限りはないですね、なくて、IT を使わない業界ってないんですよ、基本的にはなくて、でまあ、金融業界も保険業界も、当然、不動産も,もう行政も自治体もそうですし、もうあらゆる企業、ですね、まあ、メーカーも、さらにはも,もう普通に IT 企業に対しても、ね、ありなんですよね。そういういいのももありですしで,もっとですすしっとねもういろんな 農業分野でもいいですしで、まあ、あの漁業分野でもいいですし、まあ、いろんなところがです、ね、IT 活用してで生産性を高めていこうというところの取り組み、まあ、やってると思いますので、まあ、そこに通用するで資格知識という形にはなってきますとじゃあ実際に学習するにあたってどうやって勉強してどうやって合格をつかんでいこうかというお話ですね。 で問題としては例えばこんな感じで出てきますということでクラウドですよねクラウドの問題なんですけどもこんなような形で4択で出るんですよね4択で出てそれぞれがあの別の用語の説明あの要は間違ってる選択肢に関しては別の用語の説明をしてるんです。 なので例えば「あ」の選択肢だと大型汎用機のコンピューターでまあ一極集中させて集中処理の話をしていますので、まあ、クラウドではないんですけども集中処理システムのことを言ってんなっていう,こう別の説明が選択肢に入ったりとかで、まあ、クラウドっていうと「う」の選択肢かなとインターネットを使うとかっていう形で,で、まあ、提供されるもの。 でのがクラウドですっていうふうな、まあ、クラウドが分かるっていうだけじゃなくて、他の選択肢からもいろんなですねあの別の用語の知識、そこのまあ丸伐がつけられるかっていうところをこう問うような、そんな問題なので、こうまあ学習する中でも、ぜひ過去問は使ってもらって、こういったところから他の選択肢からもいろいろと学び取れるので、まあ、非常にですねあの作り込まれたいい問題が出てくるんで、まあ、ぜひです、ね、こういった問題を使いながら、ですねあのどん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 こう学習効果というか、まあ、知識を身につけていって、 欲しいいいいなととう,うに思思ますすす、まあ、選びやすいと思うんですね結構あの簡単なんです。あの問題的にはあの難易度的には優しいですんであの優しい問題が多いのであのまあやりやすいですよっていうところですね。まあ、そこはあの間違いないですんで、まあ、是非という形でちょっとまあこんな問題でチャレンジしてもらえればなというふうに思います。 であとはですね受かりやすさはもうほぼもう学習方法なんですやり方なんですなのであのやっぱり社会人の方が多いので社会人の方はやっぱり学習時間っていうのが短くなる傾向がありますとでその少ない隙間時間でいかに効率的に受かるかがまあポイントなんですよね でなんなら受かった後にもちゃんと定着して覚えておけるその受かったらすぐ忘れちゃうだともったいないんで、まあ、なんなら覚え続けられるようなやり方で抑えられていると一番ベストなんですよねそういったやり方があるんで細かくは講座の中でお伝えしますけども基本的にはもう丸暗記よりやっぱり理解でやった方がいいんですねで丸暗記の学習はもうすぐ忘れますし応用問題出たら全然対応できなくなるんでもうおすすめできないですねちゃんと理解で押さえていくっていうのは大事 なので、イメージ化できるように、あの講座の中でもお伝えしていきますし、で、まあ、そういった形ですよね。で、まあ、なるべく理解、理解で抑えていくと。で、その分、絞り込むんですね。絞り込んだ学習をしてもらって、重要論点に絞りますと。で、そこを、まあ、どん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 インプットして、で、アウトプットできるかと。インプットアウトプットをこう、繰り返していくという形で、も定着させていくという形ですね、になりますと。まあ、そんな形でやってもらえればなというふうに思います。 で実際のカリキュラムですね。カリキュラムについてということで、合格カリキュラムはこんな感じになっていますという話です。うん、で、まあ、この REC ではですね、IT パスポート試験、スマート合格講座というのを出させてもらっておりまして、で、まあ、結構凝縮されてるんですね。で、まあ、このオリエンテーションはありますけど、まあ、このそれぞれのストラッチマネジメントテクノロジーで、で回数的にもまあ短い、短い、短いっていう感じで、で、まあ、演習もついてですね、 でまあ、このコマ数に凝縮されてるんで結構短時間で学習はあの終わるかなと思いますこれが結構ダラダラとこう長く学習すると結構つらいんでこうギュッとこう凝縮してです、ね、まとめてコンパクトにあの学習できるという形ですねまあなのであの社会人の方には非常にですね不可なくできるのかなっていうボリュームで,でちゃんと重要論点カバーしてでこんだけやればちゃんと受かる知識にはなりますんでただこれを聞くだけじゃなくてちゃんとあの皆さんであのを 復習なりですね問題を解いたりとか、まあ、そういうのはやってほしいんですけれどもそういうのをやっていただければちゃんと合格できる、まあ、能力に仕上がっていくと、まあ、そういったもうワンセットになっておりますのでぜひ、まあ、という形になります。ということでですね、まあ、今回このガイダンスです、ね、のま,あまとめとしてですねで IT パスポートやっぱりこう社会人の方はですねやっぱりこう今こそですね取る、まあ、価値のある資格だということは間違いないですんでまあ 若い方だけじゃなくてで、いや、ちょっと年齢的にも結構あのそろそろなっていう方だとしても、ですねやっぱり今からやっぱ IT っていうのをこう学び直すというそのきっかけに、まあ、ぜひなればな、なれればなというふうには思ってます。で、まあ、学習内容としてはですね、やっぱり暗記じゃなくて、まあ、理解でやってもらうことによって、まあ、試験にも受かりやすいですし、試験受けた後の知識としてもですね、そのままいい 有効に活用できるという形になるんでこの今回のです、ね、資格学習ですね是非、まあ、ご検討いただいてその勉強していただいた内容をですねうまく活かしてです、ね、将来につないでいってほしいなというふうに思っております。 ということでですね、まあそういった、まあ皆さんのですね、努力とか、まあやりたいなというような気持ちですね、そういった、こう、将来を目指すっていうと取り組みに対してですね、まあ、レックとしてですね、まあできることは、まあご支援していきたいなというふうに思ってますんで、まあぜひですね、あの、ご検討いただければというふうに思います。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。では、どうも、お疲れ様でした。